新大園新聞1848年7月19日号。新大園新聞1849年5月19日付最終号。新大園新聞は、1848年から1849年にドイツで発行されていた革命的な新聞。日刊誌、新大園新聞民主主義の機関誌のイエライナ社、ツイトゥング、オルガンデアデマクリッチ。 は、1848年6月1日付の第1号から、ケルンで創刊された。ヨーロッパ各地で起こった1848年革命勃発と、共に亡命先から帰国したカール・マルクスが、編集長を務め、フリードリヒ・エンゲルスほか5名が、編集委員となった。民主主義陣営最最悪の立場からドイツにおける、単一不可分の民主共和国の樹立を主張し、 冒険的な反革命勢力や、これと妥協的なブルジョアジーを厳しく弾劾した。ドイツ内外に通信員を派遣、ヨーロッパ全域にわたる1848年革命の経過を報道するとともに、マルクス、エンゲルス執筆による大衆啓発的な社説を多く掲載した。マルクスが1847年にブリュッセルのドイツ人労働者協会で行った。 公演をもとに連載された論文、人労働と資本は後に広くパンフレット版として出版され、マルクスの経済学説の入門書として現在も広く読まれている。労働者階級の解放を目指した、非画教的な態度によって早くからプロイセン政府の追及を受けた。同年9月の戒厳令による発行禁止後再刊されたが、編集部員に対する、 裁判所と警察の追及は、さらに激しく、マルクスの国外追放と編集部への弾圧の結果、発行を停止、廃刊とせざるを得なくなった。最終号は1849年5月19日付、第301号で、マルクスの論文、戦時放棄による、新ライン新聞の禁止を掲載し、全紙面赤ずりで発行された。ありがとうございます。